皆さん、こんにちは。なほです。今日はすいません。こんな、あの、帽子とマスク姿で大変申し訳ないんですが、えー、今日もですね、12時から13時に生配信を予定しておりました。杉田屋正子のヤサウェブニュースなんですが、人数確保がね、できないということで、急遽お休みにさせていただきました。何の連絡もなく、あの、お休みにしてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。 あの、楽しみにいつもね、待っていてくださる視聴者の皆様には本当に申し訳ございません。はい。ヘタ型ミュージックベスト10は20時から20時30分でございます。はい。こちらはね、スケジュール通りありますので、皆さんね、ぜひお楽しみにしてください。よろしくお願いします。チャンネル、安田ウェブチャンネル、なんと、現在779名様でございます。ありがとうございます。いや、777のトリプルセブン。はい。トリプルセブンの時にも、 あのー、ちょっとね、発信をできなかったんですけど、ちゃんとスクショはしてあります。7777。はい。7777と、私が撮りたいのは、8ですね。800名様。ようやく800名を迎えるということで、なんかちょっとドキドキしております。今日の生配信で800名いくかなーっていう感じなんですけど、はい。皆さんね、800人目を、800人目は誰なんだということで、はい、ちょっとね、 楽しみにしていきたいなと思います。皆さんにね、ちょっとこの気合がまだまだ足りないんじゃないかって視聴者の皆さんに多分言われると思うんです。はい、あのー、毎日投稿しているね、あの、YouTuber さんの方も中にはいると思うんですが、今はですね、あの、来週に行われます、えー、サンライズ九十九里さんで行われます、このサマーキャンプマイラクありますし、えー、その後にはですね、27日、28日は、 ヤサウェブの正念、まあ、場というんでしょうか、まあ、毎年の夏の恒例ということになってきます27日は24時間生配信がございます、はい、で24時間生配信のお知らせはもうちょっと後に、えー、お知らせ動画を出したいなと思っています、はい、というのはですね、えー、その前に サマーキャンプマイックがあったりとかして、ちょっとごちゃごちゃっと見てる方も視聴者の方々もなんかごちゃごちゃって、あれどっちだったっけなあ、なんだったっけなっていうのがちょっと混ざってしまうと思うので、はい。なのでサマーキャンプマイック終わってから、あの、お知らせ動画を撮らせていただきますので、皆さんね、ちょっとお楽しみにしてください。よろしくお願いします。サマーキャンプと24時間生配信、そしてレッドサンデーサンデーライブインサントスカフェということでありますので、 まあ、それまでね、ちょっと突っ走っていきたいな、なんて思っております。で、その後も皆様にちょっとお知らせがあったりとか、ちょっとそれがしっかり終わってからお知らせする動画が出るかなと思いますので、皆さんね、ちょっとぜ,ぜひチェックをしていただきたいなと思います。お知らせ動画として、えっ、ー、と、今日はちょっと撮らさせていただきました。皆さん、本当に今日は、あの、ヤサウェブニュースですね。大変申し訳ございませんでした。夜の番組。 ヘタカタミュージックベストテン。土曜の夜はヘタカタミュージックベストテンですよ、皆さん。ぜひ、チェックをお願いします。また、番組でお会いしましょう。